あの人の食生活が明らかに。Miwako さんのね、この肩のラインからビンビン情報が伝わってきますけれど。すごい。あーすごい。これはミシェルの目から見てもすごいんじゃない、すごいですね。わー細い。あなたの体へのいたわり飯教えてください。超いたわってるんですけど、グルテンフリー、シュガーフリーを、知っています。何が好きですか、炭水化物。パン、ポテトチップス、例えばポテトチップス、はい、わ面白いな。あのポテトチップは10年以上食べてないですね。MC の豆助です。よろしくお願いします。この番組はですね、世界の料理を知れば人生はもっと楽しいというコンセプトで、世界の料理好きな皆さんと食にまつわる情報で異文化交流しようという番組でございます。今回はですね、こちらのメンバーに来てもらっております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、シドニーさん、番組開始1年ちょっとでようやく登録者1000人超え果たしました。ありがとう。はい、で実はね、先週から5月14日に1000人超えてやったーっつってた翌日に950人まで下がって、あれ超えたじゃんと思ってて、俺も寿司まで食ってたんだけど、はいはい、あの寿司代返してくれ、はい、びっくりしたよ。びっくりしたでしょ。俺もシドニーさんにさ、得意げにさ1000人超えたよって送ってたんだけど、950人下がってるから、うわーかっこ悪いなとか思いながらさ、はい、あの喜び返してくれよと思ってたんだけど、はいはい、再びね1000人超えて、でこれ配信するときもうちょい先なんで、もう多分ものすごい勢いで上がってる。おー、いいですよ。お願いします、皆様お願いします。はい、これからガンガン上がってきますからね。はい、よろしくお願いしますよ。はい、そしてですね、今回初登場の方がいらっしゃいます。藤井美和子さんです。よろしくお願いします。はい、はい、美和子さんのね、この肩のラインからビンビン情報が伝わってきますけれど、実はですね、ずいぶん前からあの美和子さん出演オファーしてたんですよ。そうなんですよね、なんか、はい、でもなんで私って思っていて、いや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 、もうね、見事なボディの持ち主でね、この食生活はどうなってんだってずっと気になってたんですよ。しかもシドニーさんと同世代っていうことで、このね夢の同級生ブッキングしたらどういう化学反応を起こすのかっていうのをね、はい、お願いします、教えて、いろいろ教えてください、ね。ちょっとね、あの自己紹介代わりに美和子さんの動画ご用意したので、ちょっとそちらご覧ください。これはすごい。あー、すごい。これはミシェルの目から見てもすごいんじゃない。すごいですね。どうやって、楽しそうです。あー、簡単すぎみたいですね、確かに、すごい、すごいよ。わあ、細い。どうですか、これはすごい。すごい。実際、美和子さん、どんな活動をされてるんですか、普段は。はい、あの普段はね、ここなんですけど、スタジオなんですけど、ここでね、体幹トレーニングを教えてます。日本美術協会っていうね、あの協会で、スキアを教えてます。なるほど。美和子さんのね、ちょっと詳しい情報はインスタグラムこちらになっておりますので、皆さんぜひアクセスして、はい、あわよくは美和子さんにメッセージ皆さん送ってくださいよ。はい、よろしくお願いします。せっかくなんで、美和子さん、ちょっと簡単にできるなんかトレーニングとか一つ教えていただけませんか。プランクっていうやつなんですけど。ほう、何ですか。体重を自分で支えられないっていうのはもうありえないんで、あの、うん、こういう感じ、結
結構全身使うんですよ。あ、あれだけですか？あれだけ結構大変なんですか？あれだけ結構意外とまっすぐにね保てない体を、うん、あーそう、じゃあちょっとシドニーさんミシェルさん2人挑戦できます？今シドニーさんどう、場所的にできる？はい、できますよ、準備しましたよ、服とか、じゃあ分かった、はい、じゃあシドニーさんちょっと挑戦してもらえますか？はい、できますよ、はい、見えますか？見える見える、顔しか見えてないんだけど、はい、はい、はい、わー、はい、見えますか？うん、見える見える、見えますか？おお、それで、はい、スタート、一、二、あ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 りがとうありがとうありがとうありがとう。あれは美和子さんだったらどれぐらいやるもんなんですか？これで、うん、ほんほん、あ、ちょっとじゃあ、でこれで、うん、音が、あー、わー、おーすごい、わー、わー、わー、すごいな、わー、うん、これ簡単そうに見えるけど全然簡単じゃないな、俺もできないなすげえな。いやー今日ちょっと美和子さん見て俺も気合い入れ直そう。もう俺も太ってきてやばいんだよな、うん、はい、ということで今日はこのメンバーと一緒におしゃべりするだわー。今回のテーマはこちらです。体へのいたわり飯。今回はですね、日頃皆さんが体を気遣って食べている料理、飲み物などを教えてください。まずはシドニーさん、あなたの体へのいたわり飯教えてください。今大人気よ、うんうん、卵、うん、卵、うん、卵すごく健康的、うんうん、フリーレンジ。フリーレンジというのは鳥さんあちこちで歩きますよ、はい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 、ケージじゃなくて箱じゃなくて、あの自由ですよ、あちこち行って、すごく大好きよ、うんうんうん、大好きよ、健康的に育てられた庭とか、はい、うん、シドニーさん意外とね体健康気遣ってるね、うん、はいはい、あの、うん、$6、$8ぐらいかかる。そんな高い？でも作るのは、うん、簡単ですよ、うん、フライパン入れてすぐ焼く、うん、旦那さんはサニーサイドアップ好き、うんうん、はい、でも私もオーバーイージー大好き。オーバーイージーはサニーサイドアップの回して、はいはいはい、美和子さんとかオーバーイージーサニーサイドアップって言われても分かんないですよね。両面焼きってこと？ああ、そう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 、はいはい、その通り、はい、あ、ミシェルさん知ってます？サニーサイドアップとかオーバーイージー。サニーサイドアップだけ知ってたんですね。あ、本当？他は何かなと思って、うん、はい、いや俺も最近知ったのよ、うん、アメリカ人はなんか卵焼きの焼き方いっぱいあって、その半熟にするとかね、いろいろあるんですよ。ベースドエッグでちょっと蒸し焼きにしたやつで、でシドニーさんが好きなのは両面焼きのオーバーイージーで、はいはいはい、うん、ミシェルさんはどれが好きですか？ちなみに、まあ今食べてないんですけれども、そっか、あれは見てたから、いつも忘れちゃうね前は多分サニーサイドアップかな、うん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 、ちょっとね半生ぐらいのやつの、うんうん、はいはいはい、美和子さんとかな、何が好きですか？私は半熟系が好きなので、あの、あ、温泉卵とか、あ、うん、はいはい、美和子さんお願い教えて、どうやって温泉卵作る？70度で、あの、沸騰させない70度の温度で、日本にはね結構電子レンジで作っちゃう機械があるので、機械というか、そうなんですか、それで作る、はい、でも温泉卵は、温泉はお風呂ですか？
あ、そう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 、あの温泉のぐらいのお湯でもで、の温度でもできる。よくあの九州のところ、うん、温泉卵、温泉卵、温泉卵。何これ、うん、知りたい、食べたい、温泉卵。うんうん、どうでした食べてみ。最初は心配、なんで温泉の中に卵を作る。そりゃそうだね。うん、で、初めて見たの時はちょっと多分誰の体一緒にお風呂で、はい、そういう感じ、はい、温泉とお風呂の中に卵を作ってた、はい、人が入ってる温泉で何料理してんだっていう方が気になっちゃってるってこと。でもミワコ言ってた機会ある、アマゾンで買いたいんですよ、お願いします。え、でもさ、あとシロニーさん、さっきの平飼いのね、ノーゲージで作った卵、他の料理とかは何かあるんですか？目玉焼きだけ？オーバーイージーだけ？はい、オーバーイージーだけ、はい。あと料理ないの？いっぱい、卵料理なんかいっぱいあるじゃん。え、目玉焼きだけ？いっぱいですけれども、オーバーイージー一番よ。オーバーイージー一番？いや、これさ、今度卵料理のテーマもいいかなと思って考えたんだけど、しどりさん一つしか出てこない、もう話終わっちゃうじゃん、もういっぱいあるよ卵料理なんか、オムレツだろうがさ、なんだろうがさ、 いくらでもあるけどさ、もう話広がんねえなあ。面白い、面白い。いやもう、はい、次のやつ なんかありますか、体気遣ってるやつ。よく皆さん知ってる日本のスーパー、マルイチスーパー。うん、スーパーね、よくそこで買い物してる。うんうん、でも野菜のところはいつもスズキファーム、日本の野菜。アメリカ野菜は大根はちょっとスパイ。スズキファームの大根すごくめちゃめちゃ美味しいよ。日本のなんだ、日本の大根をアメリカで作ってる農家が、はい、スズキファームってあるんだ。はいはい、ありますよ。はいはい、もう本当にスーパー、はい、日本の野菜作るよ。はい、うんうんうん、そうなん、うん、そうなんだ。よくシソ買いますよ。うんうん、はい、シソ、はいはい、梅酒入れるとか、あ、うんうんうん、大好き、はい、うんうん、だからそこでシソ、他のスーパーはアメリカのスーパーシソ葉っぱないです、売ってない、全然よ、うん、マルイチスーパーだけ売ってる、マルイチスーパーだけなんだ、はいはい、でもスズキファーム、うん、すごく美味しいの野菜、すごくびっくりした、日本の野菜作る、はい、うん、あ、やっぱシドニーさんとしてももう全然味とか違うの分かっちゃうんだ。はい、すごく違いますよ、はいはい、すごく違います、びっくりした、はい、うん、ありがとう鈴木ファン、ありがとうございました。意外と渋谷さんが野菜にこだわってるなんてね、もう1年以上この番組やってるけど初めて聞いたね。一切マルチスーパーでつってカップ麺しか出してなかったじゃん。うどんとさ、うどんとそばしか出てこなかったじゃん。でもおじいちゃん鈴木さんすごく、うん、うんうん、すごく優しい人。じゃあシドニーさん、ありがとうございます。はい、続いてミワコさん、あなたの体へのいたわり飯教えてください。はい、いたわり飯ってことで、今回私は腸をいたわってるんですけど、うん、腸に負担をかけない食生活っていう意味でグルテンフリー、うん、シュガーフリーを、うん、しています。うん、腸に優しいってのはそれどういう意味があるんですか？あ、小麦粉に入っているグルテンっていうね、成分が、うんうん、腸壁をちょっと荒らすんですよね、炎症を起こしたりとか、そうなんで小麦粉使ってる食べ物っていっぱいあって、うんうんうん、パンとかパスタもそうだし、うどんもね、そば、うんうん、も10割じゃなかったらそうだし、うん、あとお好み焼きとかそういう粉系、うんね、パンケーキとかそういうのも全部そうなんですけど、それをもうなるべくなるべく取らないようにしてます。あ、そうなんですか。そう、うん、でもパンは米粉のパン、米粉パンは食べますけど、本当、うん、小麦粉系はダメなんだ、うん、なんか、うん、あんまりダメちゃうんですか。
そうなんですよね。炎症を起こしやすいので、それでリーキーガットとかっていうね、結構言われてるんですけど、うん、リキーガット、ね、よかったらググってください。わかります、シドニーさん、リキっていうか食べてる場合じゃないよ、シドニーさん。食べたことない。せっかく今いい情報ちゃんと聞いてよ。はい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 、食べることに夢中になってない、大丈夫よ。え、ミシェルさん知ってますか、リキーガットとか。わからないです。分かんないよね。はい、だって今の美和子さんの話聞いたら、うん、小麦粉一切食べないってことはね、ビーガンライフをやってるミシェルさんからするとちょっとありえない選択肢で。まあ、多分あのビーガンと比べたらそれの方が難しいですね。ああ、そういう風に見えちゃうよね今度ね。はい、はい、シューガーフリーとかも、シューガーフリーのは何のシューガーなんですか。あの白砂糖ですね。うん、あ、果物とか大丈夫。あ、果物は大丈夫。果物は大丈夫です。そういうことですね。うん、はい、そうそうそう、了解です。果物とか天然のものの甘みのあるのはいいけど、うん、いわゆる白砂糖ってダメなんだ。あれも超やられちゃう。うん、そうなんですよ。あれもダメなんですよね。そう、超やられちゃうので。うん、偉いです。難しい、最初すごい難しかったんですけど、やっぱりね、中毒性がすごいんですよ。あの小麦粉と砂糖は、もう立つのが本当に最初の 1,2 ヶ月はもう中毒を断ち切れない感じでした。慣れたら平気になったって感じ。そう、慣れたら平気になりましたね。ちょっと待って、質問があります。美和子先生、はい、私は炭水化物問題あるので、うん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 、どうしましょうか。どうやってやめますよ、うん、何が好きですか、炭水化物。パン、ポテトチップス、例えば。ポテトチップス、はい、面白いな。バナナとかじゃないかよ。なんで自由だったの。あのポテトチップは10年以上食べてないですね。だからスーパーとかに並んでるじゃないですか、ポテトチップとかそういうスナック菓子類。私からしたら、あの食べ物に見えない、もう色がついてるものがいっぱいあるなっていう。うん。炭水化物よ、大好き。でも、いや、美和子さんに聞きたいのは、いつとこのね、グルテンフリーをやろうと思ったきっかけ。いや、だって最初の、最初調子悪かったって言ってましたよね、うん、慣れるまで大変だったって言ってたってこと。あ、そう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 、なんか私、ね、情報として入ってきて、試さなきゃって、結果的になったってことですか。もともと親がね、あのがんだったりとかして、すごく、健康ね、だから私はなりたくないとかいろいろ考えてて、で健康にすごい気を使っているんですよ。それでやっぱ食べ物がね大事だっていう話で、でそのグルテンが腸に悪いで、腸がね、あの悪いと、まあ、免疫力が下がるし、脳ともつながってるしね、ホルモンがね、あの狂ったりとかっていうのもいろいろあって、いるので自分の体で実験してみたんですよ。いろいろカフェインフリーとか、乳製品フリーとかグルテンフリーとか、いろいろ自分の体でやってみて、で、あの例えばだから、小麦粉いっぱい取った日の翌日の体調だったり、体の動き加減だったり、そういうので実験をいろいろしたら、小麦粉は私には合わないって分かったんですよね。もうだるかったり、むくんだり、あの体が動きにくかったりっていうのが小麦粉はあったので、そうそうそう、ね、うん、なんか記録取ってたりしてったような感じですか。あ、そう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 、ちょっと日記みたいな書いて、今日は、そうむくみがひどかったとか、そう、そういう感じで記録、そう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 。でグルテンは、まあ、私には合ってない。多分、分解とかできる人はいいんですよ、体質によるのでね。そう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 。美和子さんの話を総合すると、向いてる人、向いてない人がやっぱりいいってことですか。そうそうそう、そうなんですよ。誰もが美和子さんの真似したら腸活になって元気になるかって言ったら、そんなことはない。
そんなことしなくても大丈夫、大丈夫な人はいるし、そうですよ、ミシェルさん、うん、僕ら多分大丈夫ですよ、そうそうそう、グルテン取ってきましょう。本当にね、向き不向きはね、美和子さんは試したから分かったっていうだけです。さすがにそこは、シドニーさんは向いてますよとか分かんないですよね、それはね。分かんないです。あの美和子先生、ちょっと質問があります。はい、あの、はい、お酒は大丈夫ですか、健康的に。お酒はあの、はい、一番ストレートに入ってくる糖なので、例えば夜とか、はい、夜ね、寝る前のお酒とかはやめた方がいいですよね。そう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 。そう、一番こうストレートに、ストレートに入ってくると、入ってくるから糖分だよね。アメリカ人のイメージは、普通の日本人は結構細い、だから皆さんすごく、うん、元気そうとか、うん、健康問題とかないでしょ、うんうん、まあ、日本そうだもんな、こんなに肥満の人少ないからね、うんうん、まあね、まあ、大豆製品とかね、納豆、豆腐とか、うん、油っぽいものじゃないからね、うんうん、それはね、ね、だからお酒だったらウイスキーとか糖質が少ないやつのがねって言われてますよね、はいはい、美和子さん、納豆は、はい、健康食べ物ですか？納豆。あ、健康納豆は健康の食べ物。嫌いなんですよね。嫌いなんですよね。嫌いなんですよね。そうです、嫌い。食べるしかないよ、もう。うん。なれよ。うん。この道。食べた方がいいですね。この道、納豆も引き返してきたと思うんだけど、行こう、その道。納豆の道。うん、シドニーさん、そう、シドニーさんね、あの、納豆を嫌いな人でも割と食べられる方法があって、うん、お味噌汁に入れると、うん、割と納豆の臭みとかぬるぬる感があんまり、ね、なくなって、はい、いいかもしれないですね、お味噌汁、はいはい、いいですよ、味噌大丈夫です、はい、大丈夫。シドニーさん試してほしいな、納豆味噌、うん、試してほしい。やろうか、じゃあシドニー初めての納豆物語やろうかね。はいはい、見たい、見たいですね、見たい、見たいですね、うん、見たい。No! 何シドニーさん、ノリがついてんじゃない、ノリが、ノリ頼むよ。中途半端な、まだバカボンのパパみたいなのに持っちゃったな。はい、ありがとうございます。はい、では続いてミシェルさん、あなたの体へのいたわり飯教えてください。乾燥プルーン、ほう、梅のファミリーだと思います。梅のファミリーだね、確かに、分かりやすいですね、梅のファミリー、うんうんうん、分かる分かる、なんですけれども、ちゃんとすることある、はい、こちら、普通に、普通のスーパーに見つかれますが、うんうんうん、こちらは一番のは、エレガントな、あの、言い方あるかな。あの、トイレ、あの、に、あの、行けないときに、こちら食べたら、すぐに、いきます。便秘ですよ。便秘。はい。便秘。便秘から下痢まででしょ？うん。はい、はい。そうなの？下痢、お腹調子悪い時もあれがいいの？はい。そうなんだ。はいはい。健康的ですね。健康的になれるんだ。うん、はい。そうですね。と、ミシェルさんは便秘問題ある？そうですね。ダイエットのもんじゃなくて、あの、仕事で、うん、よく行けなくて、はい、仕事でトイレに行けない、撮影の仕事の時にトイレ行けないってこと？はい、現場に行く時に、うん、たまに周りにトイレがなくて、うんうん、とシーンのシーンやる中なので、うん、何時間とか行、うん、けない、はい、機会があって、うん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 、そうですね。夜まで待たないといけない。いや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 。我慢できないでしょ、だって。うん、まあ、練習
しました。練習したの？はい。え、何？じゃあそのプルーンを食べると全部出してくれるから長時間我慢できるっていうこと？食べたら全部出せます。出せるから長い時間トイレ行っても平気なように、はい、そこでザバッと全部出しちゃうってこと？そう、まあそうですね。うん、はい、その例えが、うん、まあ、あ、どう説明していいのか分かんないけど。はいはい。あ、そう。はい、プルーンズは、プルーンズのために、便秘、多分1ヶ月1回とか、あんまり、うん、食べないよ。ああ、食べて良くないってこと？はい。あ、本当、庄司さん、試したことあるの、プルーンで。はい、あの日本住んでたの時たくさんテレビ CM 見ました。中井貴一の CM。 ああ、ミキプルーンね。ミキプルーン、ミキプルーン中井貴一やってるからね。便秘にいいっつってた。中井貴一。もうそうね、プルーンって言ったら俺も中井貴一が思い浮かぶからね。はい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 。え、実際ね、それプルーンどうやって食べるんですか？そのまま食べてるんですけれども、食べ方、あの、いろいろあるんで、あの、甘いものなので、あの、ヨーグルトにも、あの、入れて、はい、混ぜて、あの、デザート、健康的なデザートになります。はい。ね、美和子さんとかなんかそれぞれ女性の方って便秘っていう話聞きますけど、皆さんなんかそれぞれの解決方法を持ってたりするもんなんですかね。私は食物繊維をたっぷり取る。そっか、その心配はない。心配、便秘便秘で困らないんですね。なるほど、うん、そう。あとはね、お腹周りの筋肉を動かす。ああ、うん、大事です。そういう、それが大事なんですね。それが大事ですね。なるほど、分かりました。はい、ありがとうございます。